ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアンカーマンは産経新聞論説委員の鹿間浩一さんです。さあ、今夜は何が見えたでしょうか。あの、さっきの成人式の続きになりますけれどもね。はい、あの、昔、昭和五十年代に、あの、成人の日の新聞にはですね。必ずと言っていくらい、えー、ある広告が掲載されたんですよね。はい、それ以上。はい その話題を読んだこれは何かというとサントリーお酒の会社ですよね、うんはい、でそこの、えー、宣伝部にいらっしゃった山口ひとみさんという、まあ、作家の方がコピーを書、はいて要するに二十歳になった新成人の諸君に呼びかけるという形の、うん、まあ,あの本当に短いエッセイなんだけどもずし、うんとくるねあの第一回は昭和53年の1月15日に。はい 載ったんですけどもそれからまあ毎年のようにえ続いたという、うん、まあ僕は「伝説の」と書きましたけどもまさに広告業界では伝説だと思うんですね。うん、でまああれこれ解説するよりもいくつかご紹介するのが一番手っ取り早いなと思うんで、はい、ちょっと読ませていただきますけども、はい、まずその昭和53年の広告はですね「人生仮免許」というタイトルなんです。で、えー、本文がですね「二十歳の諸君」。 今日から酒が飲めるようになったと思ったら大間違いだ諸君は今日から酒を飲むことについて勉強する資格を得ただけなのだ。仮免許なのだ。こういう文章なんですね。うん、あのー、これはね、なかなか味わい深くて、あのー、さっきも政治式の時に言いましたけども、あのー、飲み慣れない酒を飲んで大暴れして、あるや悪いは割りをしてっていう。 ケースがありますよ、ね。ありますね。はい、うん。で、仮免許っていうのはご承知のように、うん、まだ一人前じゃないよと、ええうん、失敗したら免許取り上げますよというまあそういう,う、えー、段階だと。車の運転のあのもうまさにね二十歳というのはそういう。 年代だろうなと思うんですね。あの全てにおいて、まだまだ仮免許だから、それが本当の免許に変わるまで努力しなさい。いろんなことを勉強しなさい。ということをまあ、こういうことでえー、おっしゃられたということはね。うん、一つ、はい、あのまあ、面白いというよりも、うん、あの今は読み返しておくためになるなと思うんですよね。うん、で,ねでね、はい、もう一つ読ませていただきましょうか。はい、正直貧乏っていう。文章があるんですけども。 どんなに勉強しても試験の成績が悪いことがある正直に真面目に働いても貧乏している人がいるこの人生には残酷な一面がある正直貧乏横着栄養という言葉があるそうだしかし僕はこの人生血も涙もないとばかりは思っていない正直に真面目にやっていれば何か良いことがあると信じている成人式を迎えた諸君に正直貧乏という言葉を 僕は送るとうこういうことなんですけどもねあ,、はい、あの確かにね若い人たちってなんで俺のことを認めてくれないのかなとかねあのこんなに一生懸命やってるのにね。<laughs> はい あなんかその他の人間と差がついていくとかね、えー、あのコンプレックスの塊というか何かねかりますだけどもあのそうじゃないそれがやっぱり一つの、えー、自分の栄養になるんだということをね、うん、山口さんおっしゃってるだからさっきの仮免許とこの「正直貧乏、えーあの」この二つをもってね僕はやっぱり二十歳というあ人に送る言葉のね全てが ついいてるんんじゃないかなかと思うんですよね、うんはい、でもう一つ面白いのはね、はい、さっきの「人生仮免許」最後のところなんですけども、えー、ところで各くいう私自身であるが実はいまだに仮免許が取れない <laughs> 取れないっていうのは要するに仮免許から本当の免許に変わってないよっていうことなんだけども、はい、諸君この人生大変なんだ。 うん、これはもう,信じう思いますよねねそう、うんはい、だからあのまああのもうこの広告がなくなりましたしサントリーの広告ですから、はいえー、お酒を飲んでくださいよということなんだけども、うんまあ、お酒にも飲み方がある、うん、あ,のあるいはそのお酒を持って、えー、飲むことによって、えー、勉強するいろんなことがあるという非常にね深い、うんはい、お仕様。 あの言っててくれてると思うんですよ、ね、あのサントリーこの山口さんの広告っていうのはですね成人式だけじゃなくて、えー、あの4月、はい、いわゆるその<あ>、うん、入社式のシーズンにもですね、うん、あの新入社員諸君ということで、えーえー、まあかぶるところありますよね二十から、はい、まあ次の新入社員までそう年月は経ってませんけども。 あのやっぱりその人生の先輩としてのねいくつかの教えをですね、うん、まあ分かりやすくというかな、えー、あの自分の経験をもとに、はいあのー、言ってますで、あのー、こういうことを言ってるんでこれだけは実行していただきたいんだけども二十、はいあのー、歳の諸君がまずやるべきことはというようなことでね要するに朝起きたらあの家族にですね、えー、要するにおはようございますと。 えー、大きな声で言いたまえとで社交界は挨拶から始まる会話のない社交界なんてものは存在しないと、えー、自分の意見が言えること仲間を信頼すること酒を飲むことのできる資格とはそれだと僕は固く信じて疑わない、うん、まあ最後はね酒を飲むことに全部つながっていくんだけども, <laughs>、えー、で,もでもね、はい ここういういい単純なととだと思いますよ、はい、あの大人になるということは、うん、やっぱりその挨拶をする、うんえー、ありがとうとまあ子供の頃からねよく、はいあの「ありがとう」と言いなさい「おはようございますこんにちは」って言いなさいって言い付けられるんだけども、うん、なかなかそれがねできないというよりも二十、はいうん、歳前後になると「うん、そんなことしてくれるか」みたいなね <laughs> あのそういうかっこつけが多くなるんでそこからもう一遍ねあね人生やり直すっていうか、うん、新たな旅立ちのつもりで これをちょっと心に留めていただきたいなと思いますアンカーマンの目でした